おはよう世界、グモーニングワールド。おはよう世界、グモーニングワールド。さあ、ということで今日も元気にいっちゃって、浅村です。ということで本日は東京に来ちゃってます。で、今回僕が東京に来たのは今日夜ですね、まあ、ちょっと友達とね、とあるところに、まあ、行くわけなんですけども、実は昨日から来ておりまして、昨日は、まあ、ちょっと女の子とね、まあ、ご飯に行ったり、まあ、女の子って言ってもまあ妹なんですけど、まあ、妹に会ったりとか、まあ、ちょっとネットで話題のスポットにね、行ってみたりとか、あとは買い物とか、そういったものをしたわけなんですが、今日はね、動画を回しながら東京観光的なのをね、お伝えできればいいかなと、思っております。まあ、今からですね、まあ、フォロワーさんにね、おすすめしていただいたご飯を食べに、まあ、お昼をね、食べに新宿からね向かいたいなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。さすがにまだ帰りませんよ。まずさ、これはどこ行きだ。松本行きか。じゃあこれはもし甲府で降りる方は寝過ごしたらやばいやつですよ。オープス、東京駅に来ました。えぎザ・都だ。都狩り。ということでということでございまして、で今からですね、ちょっとお昼食べ行くんですけども、あの僕のね、ラジオを聞いてくださっているやんつけさん、まあ、やんやんつけ坊さんっていうね方がいまして、まあ、その方がおすすめのね、まあ、餃子があるということで、その餃子屋さんに今からね、歩いて向かおうかなと思っております。で、場所がね、銀座なんですよ。銀座ってこれどっち行きゃいいんだもうね、山がないからね、分からんのよ。我々はね、山を見て向かいますからね。こっちだ、有楽町はこっちですね。こっちで、おすすめしてもらったお店がね、天龍っていうお店で、あ、なかなかね、まあ、餃子をしっかり食べれるとかっていうのが、山に少ないですから、現状無理。あの、事前にちょっとね、写真見た感じ、もうマジで美味しそうだったので、で、オープンが11時なんですが、今の時刻が本当10時、まあ、半過ぎくらいなので、まあ、いい時間に、着くかなと思うので、まあ、歩いて有楽町の方に向かいたいなと思います。そこに愛はありません。渋いね。あ、でもなんかここ俺通ったことあるな。なんか出張で来た時のお昼でこの辺をチョイスして食べたような気がします。こんな感じのとこを今歩いております。マジでわからない、マジ迷子。どこだ、何ここ。うわ、ちょっとうまそう。でも、もう俺の腹は餃子の腹になっている。すごく腹が減った。あ、やった。クリアです。ここです。ここ
な餃子を食べに来たんじゃが。ということでございまして、餃子めちゃめちゃ美味しかった。やばいね、バナナ食ってるかのようでしたけども。でまあ天理を後にしてね、まあ銀座っていうとね、結構アンテナショップが、いっぱいあるんですけども、まあ、その中でね、なんか高知のアンテナショップがあったので、そこでこのね、なんか帽子パンっていうのを買ってみました。甘食みたいな感じなのかな、まあ、ちょっと甘食好きなんで買ってみたということ でこの後はまだ友達と合流するにはだいぶ早いので、また東京駅戻って、まあ、東京駅の地下の、まあ、ショッピング街というかお店がいっぱいあるところをちょっと、ブラブラ見ようかなということで、また歩いて東京駅に戻っております。結構餃子8つはね来たね。本当はね、なんか黒いチャーハンみたいなのがあって、焦がし醤油のそれも食べたいなと思ったんだけど、さすがに無理でしたね。それはちょっと次回以降食べれたらいいなということで、わーお、また東京駅に、向かいたいなと思います。やばい、あ、点滅じゃん、点滅してる、東京駅に戻ってきました。今度は八重洲口ですけども、高っ、こんな上に伸ばさなあかんか、やばいわ、東京ってすごい。お土産ね、買おうかなと、まあ、絶賛母親も親父と畑がね、まあ忙しい中、ちょっと俺東京行ってくるわってちょっと張り切って言ってしまった手前、ちょっとお土産買っていかないとぶっ飛ばされそうなのでこれ焼いてきた、こっちでいいのかな。マジでね、動きが挙動不審の方が挙動ってます。挙動に丸です。現在地、そうだね、あ、ラーメン街もあるのか。まあでももう食えないから、ね、食えないから食べませんけども、六輪車とかね、有名店もあるということで、じゃちょっと、この中をね、ブラッと、していきたいなと思います。はい、ということでただいまの時刻が、1時前なんですけども、なんでね、友達と合流する目的地まで歩いてもいいんじゃないかなと、まあ、ゆっくりちょっと東京をね、まあ、ぶらり、まあ、電車使えば一発で行けちゃうんですけども、まあ、ぶらりとちょっと東京をね巡ってみてもいいんじゃないかなということで、まあ、今から、歩いて、まあ、友達と待ち合わせる目的地ゆっくり向かおうかなと思います。まあ、途中何かしらあると思うんでね、楽しみながら歩いていこうかなっていう
ところで行ってみたいと思います。鳩使いるやん、やばいでしょあれ、ちょっとやばいっす。ここがきっと日本で一番由緒のあるところでしょう。皇居ですね、皇居。初めて来ました。東京駅の目の前にあったんですね。あんまり場所分かんなかったんで、まあ、ちょっと皇居を、見れましたので、まあ、なんかちょっとジャパニーズレベルが上がったような気がします。歩いてたら小学館がありました。あるあるあるランバル、今ですね、僕は神保町をね、まあ、歩いてるわけですけど、結構ねレコードショップが多くて面白いですね。趣のあるというか懐かしいようなお店。見て、赤本めっちゃ置いてあるもん。すごいね、なんかこの文学の街って感じですね、神保町。はい、ごっつぁんです。ということで、まもなく僕の目的地に到着になるわけですけども、一体どこに来たのかというところでございますよね。皆さん気になっちゃいますか？気になっちゃう、まあ、気になってなくてもお伝えするんですけども、なんで昼だよ、お昼なのに JK めっちゃいるんだが、まだだって夏休みじゃないもんな。もう見えてきました、もうこのカメラの向こう側に目的地です。マジで久々、くこちらです、てでーん、東京ドームです。東京ドームに来ちゃいました、まあ、今日東京ドームで行われるもののちょっとね、なんか招待チケットみたいのをね、いただいて、それの引き換えが、1時から、できるっていうことなので、まあ、ちょっと友達と、合流する前に先にそのチケットだけね、引き換えちゃおうかなと思って、まあ、早めに来たわけなんですが、すごっ、しかも何このめちゃめちゃ列並んでんだよね。すでに今日の試合のみの招待っていうことにはなってるので、まあ、間違いなく席はあると思うんですけど、まあ、ちょっとね、並んでチケット、もらおうかなと思います。結構時間ねかかりました。結局50分くらい並んだのかな。ただね、無事、まあ、席を確保したということで、今日こんな感じで後ろ青色なんですよね。東京ドームといえばさ、やっぱジャイアンツがホームの球場だと思うんですけど、今日はですね、鷹の祭典ということで、ソフトバンクホークスのホームゲームになるんですよ。で、相手は楽天。その鷹の祭典っていうのが毎年その試合だけの、ユニフォームを選手たちが着て、まあ、試合をするっていう形で、今年がね、この後ろに見えてるようなね、綺麗な鮮やかなね、青色の、まあ、ユニフォームを着て試合するんですよ。なんとかしてね、このユニフォームが欲しくて欲しくてって思ってたらね、まあ、招待チケットね、いただいたので、ものすごく嬉しいです。まあ、グッズとか、見たりとか、もうちょっとねだいぶ喉も乾いたので、まあ喉を押したりして、待ってようかなと思ってます。ちなみに、僕が、まあ、ソフトバンクで応援してる推している選手は王貞治ですね。シンプルに汗かきまくっちゃったんで、実用的なタオルを買いました。でめっちゃ可愛い、まあ、グッズもね本当にすごい、いっぱいあってね、まあ、掘り出すとキリがないんですけど、まあ、僕は特別この球団を応援するとかはなくて、まあ、全体的にね、プロ野球というか、まあ、野球が好きっていうところなので、まあこれくらいに物欲は収まってくれたので良かったかなと思います。
多分ちょっと上目の方がやっぱ見えるね。これらはこの辺ですね。俗に言うこれが東京ドーム1個分ってやつでしょ。ざっくり言うね。試合はね、まだ9回の、裏なんですけど、まだ試合終わってないんですけど、ちょっと電車の時間があるので少し早く帰るわけなんですけど、まあこの調子だとね、多分ソフトバンクはねサヨナラあるかな、ちょっと厳しそうなんですけど、まあ、でもギータのね、センターバックスクリーンのホームラン見えたので、それだけでもね、だいぶ満足。しかも先発がね、マー君と和田ですから、この、投げ合いが見れたってだけでもね、まあ、来た価値あるかなと思うので、今から、水道橋の駅からね、まあ、新宿に戻って、まあ、新宿から、特急で山梨に戻りたいなと思います。でね、ギータホームラン打ったらね、友達が帽子をプレゼントしてくれました。このまま帰るよ。さあ山梨戻ってきましたということでエンディングでございます。いや、やっぱいっぱい歩きますね東京は。何歩歩いたんだろうね。もしiPhone の万歩計みたいなやつのデータが出ていたら今ここに表示しようかなと思いますけども、本当に久々ですね。ちょいちょいこう日帰りで出かけたりとかは今まで結構してたんですけど、泊まりで、まあ、旅行というか、まあ、旅行じゃないね、まあ、泊まりで遊びに行くのは結構久しぶりだったので、まあ、いろんな、とこ見れたりとか、まあ、買い物したりとかね、結構楽しい、まあ、旅行旅お出かけになったかなと思います。でもこれ完全に余談なんですけど、僕1月7日生まれで、最近ね、知り合いの方になんかこの誕生日の人のなんかこの特徴とかをこうまとめてるね本があって、それを見せてもらった時に、この1月7日生まれの人はなんか結構外にね出て、そこでいろんなことを発見したりする、でそれがなんかこう私生活とかにもつながってくるなんていう風なのを書いてあったので、まあ、今後またちょっとこう出かける時とかはね、まあ、こんな感じで、まあ Vlog も、撮ってもいいのかなと思うので、動画自体もねなかなかこう撮影できるね、タイミングがあんまなかったりするので、まあ、撮れる時にね、撮ろうということで、またちょっとこうお出かけしたタイミングがあればカメラ回して、まとめていこうかなと思っておりますので、それをね見るとまた皆さんもね、なんかあそんなのあるんだっていうね発見もあると思うので、そういったところも含めてお届けできたらいいなと思っております。ということで今回の動画は、まあ、まったり系なね動画でしたけども、最後までご視聴いただきありがとうございました。時間も元気にいっちゃうぜ。帰ってゆっくり休みます。明日はラジオです。